はい、皆さんこんこにちは認知症改善プログラム山城です今日お話したいのはレビー小体認知症レビー症候群についてお話したいと思います、えー、名前は最近知られるようになってきましたのでレビー小体認知症という名前をご存知の方が多いかもしれませんしかし実際に会ったことがあるという方は本当に少ないのではないでしょうかでは レビ症態、認知症レビジ症候群っていうのはどういった病気なのでしょうか少しお話したいと思いますまず社会的背景なんですけども私が見た感じでは学校の先生それから公務員そういった職業の方に圧倒的に多いと思われますまた家族の方がそういった職業についておられるという方が多いように思います割と厳格な職業で前例に従って仕事をする何か不当性がある とかそういう仕事でないことが多いように思いますそれからもう一つは精神病に間違ってしまうことが多いということもあります認知症というよりも精神科を受診してうつ病などと間違われてそういった薬が処方されていることが結構ありますまた症状の出方が非常に複雑で非常に入り混じって症状が出てくるためにはわかりにくくなっています ベビー症対認知症と発達障害が併発している場合が48%あると言われています。また、アルツハイマーとの合併症なども19%ぐらいあると言われています。そして、4つの症状とそれらが複雑に絡み合って症状が出てきます。また、薬の影響がありまして、そういったものも症状の間に入ってしまっているというケースが多々あるように思われます。4つの症状とは、一番初めは自律神経ですね。 これは交感神経と副交感神経の調整がうまくできないということです。どういったものがあるかと言いますと、失神とか起立性低血圧、高度の自律神経障害などです。これはノルアドレナリンが不足しているために起こります。次に2番目は睡眠覚醒ですね。レム睡眠障害と言われます。 これは意識障害とか幻覚、それから失神、こういった症状が出てきます。これはセロトニンの不足によって、えー、起こると言われています。次に運動障害ですね、えー。これは動作の調整ですね。パーキサニズム、それから、えー、心線とか動作感慢、それから筋競合、姿勢の不安定などです。ドパミンの不足などによって起こると言われています。4番目は、 精神ですね精神の調整です一過性無反応などがありますこれらはセロトニンの不足によって起こると言われています5番目は認知機能の低下ですこれはアセチルコリンの低下で起こりますアルツハイマーと同じような症状が出てきます注意力であったり遂行で遂行障害であったり思空間の認知ができなくなってきます以上5つの症状とそれから 発達障害、それから他の疾病と併発して出てくると、とても複雑な症状になって非常に難しくなってきます。もし家族の中にですね、レビー小体認知症の方がいらっしゃると、最初はとてもびっくりされると思うんですよね。本当に精神病になってしまったんじゃないか、頭がおかしくなってしまったんじゃないかと思ってびっくりするんですけども、どういった原因でそういう風になるのかというのがわかれば、 少しし家族の方のの方気持ちがが分かかって改善につながるでではないでしょうか私が知っている方でレビー小対認知症どのような症状があったかというのを少しお話してみたいと思いますその方の一番最初の特徴は動作の調整ですねパーキソニズムドパミンの減少これによって起こる症状が出ていました新鮮はないんですけども筋競号ですね 何か肩が首が固まってるような感じで傾いていたりとかしましたそれから姿勢の不安定ですねこれはどちらかというとパーキンソンソの場合は小さくなることが多いですうずくまったりとか猫背になったりそういった姿勢になることが多いですそれから中には鬱病のような症状が出る方もいいらっしゃいます次にその方の症状はレム睡眠障害ですね レム睡眠障害っていうのは、まあ、大きな声で寝言を言ったりとか夢と現実の区別がつかなくって1人で相手に話したりとかしているそれとか泳ぐような格好をして歩き回るそういった症状が現れます。ままたたが現れたりします原子は何か その形が違う形に見えたりするんですねそれはその形を自分の精神状態によって違うものと結びつけて違う形に想像してそれが現実のようになって現れるということですこれが何か怖いものに形が見えてしまうと本当に大変なことになってしまいますまたデムスミ障害の方は意識障害を伴うことが多くて無遊病者のように歩き回る で喋り方も虚ろな喋り方をするそういったケースが多いように思います今回私の知っている方はそういった症状を持っておられます睡眠障害とそれから運動障害この2つをお持ちのように思います大事なことは最初はこういった障害がありますと びっくりしてしまうわけですね突然無病者のようなことを言ったりとかそれから霊能者が何か投資をして見ているようなことを言ってみたりするわけですね原始によってですね子供が近くにいるとかそういったことをま喋るはじ喋り始めるわけですびっくりしてしまうんですけどもどうしてそういうことを話すのかということを理解して相手に愛情を持ってお話をするとそういった方でもコミュニケーションが取れて 楽しく円満に過ごせるわけです病気は変わらないとしてもそういった対応の仕方でずいぶん生活の質が変わるのではないでしょうかでは実際にどのように対応してい,くいけばいいのでしょうか後半はそのことについてお話ししますまず自律神経ですねがこれが乱れているときは、えー、血圧が乱れたりとかしますで、えー、起立性低血圧っていうものがあるんですけども これは立っている時ずっと座っていて急に立った場合ですね脳に血流が少なくなりますので脳に血流を増やそうとして血圧を上げるわけですけどもそれが上がらない場合ですね脳の方に血液がなくて起立性低血圧でふらふらしたり転倒したり中には失神する方もいらっしゃいます。これをテストするのは、 平常時に何回かその血圧を測ってアベレージを出しておいてで立ってもらうとで血圧がどれぐらい下がるかっていうのを見て結構下がっていったりとかまあ100以下になっていたりとか立った時にね100以下になっていたりとかそういう時は性低血圧が疑われまますので医師に相談しましょうえこれは日によって違うのである時大丈夫でもある日はすごい気持ち 性低血圧が見られたりすることがありますので今日大丈夫だからといって、えー、安心してもいけません。次に今日の一番ポイントになります、えー、レ,レム睡眠障害ですね意識障害原子ですね、えー、そういったものが出た時にどうするかということですねまずですねうつが入ってることが結構あるので原子とかが出た時に結構、まあ、怖い まあ話をされたりとかすすごい悲惨ななことですねなんかどっか行ってしまって帰ってこないとかどうしたらいいんでしょうあのこんなところでとかねそういった感じで、まあ、悲痛な叫びがあるわけですけども、まあ、そういった時は最初ちょっと様子見のために楽観的に話をしてみてください。 でまたそれで戻るようではあればいいですけどもまたなおさら同じように繰り返して言ってくる場合はその時はそのまま放置した方がいいですね。私の経験からいくとそういった時に話をしても相手は聞いてないしなおさらその不安を煽るようなことになったりしてしまいますね。でそういういいい時にあの座っってててくくだだささ寝と言も 逆にその相手は、えー、自分の言ってることが分かってくれないということで反応が悪くなったりしますのでそういう時はしばらくそっとしておく方が良いかと思います、えー。夜ですね、寝たかと思ってベッドにお連れしてもまた歩いて出てきたりしますね。こういった時もですねその危険性があるようなことがあればまあ、座ってもらったりとかお部屋に戻ってもらったりとかそういうふうに対応するのがいいかもしれませんけどもそうでなければ 結構そのままにしておいた方がいいこともありますで、そうやって何をしているのかなと様子を見ているとなんかしゃがみ込んだりとかうつむいて眠そうにしたりとかそういう反応ができ出てきた時にすかさず寝てもらうそういった対応の方がいいかと思いますうろうろしている時は何かしなければいけないとかそういうふうに思っていることが多いのでそういう時に無理に戻そうとしてもこれも 関係が悪くなるだけでそういう時はま2,3回2,3回ってちょっと声をかけてみて様子を見てですね何かに夢中になっているようであればそのまま放置する方がいいかもしれませんただ気をつけなければいけないのはレム睡眠障害の場合はフラフラしていることが多いので意識障害もありましてフラフラしていることが多いのでそういった時は転ぶ可能性がありますのでちょっとそういう時は近くにいた方がいいかもしれません で声をををかけけるるともでで、ですすね、ね。ストトレートに言わわないでその人の人性質を見てちょっと話を作るわけです、ね、例えば几帳面な人で世間体とか気にしそうであれば、まあ、もう皆さん休んでいるので私たちも休みたいのであんまりうろうろしたりして音を立てたりしても皆さんにご迷惑なのでお部屋にいてもらえますかとかそういうふうに頼むような話し方をしてみるのもいいかもしれません。 そこはその人がまあ、人によってどういった話し方をするとその人が聞きやすいかっていうのを研究す研究する必要があります。え研究するにはその方の息子さんとか娘さんとかですねそういった方がどういうふうに話をしているのかっていうのを観察しておくわけですね。ねそういった話し方を真似てみるとかえそういった、えー、ことをやっていると参考になることが多いです。 等しい人はよく知ってるか全然知らないかどっちかっていう感じがありますのでよく見て観察しておくといいかもしれませんご視聴ありがとうございましたチャンネル登録よろしくお願いします